ロジェバディムは、フランス・パリ出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、作家、俳優、ジャーナリスト。映画監督としてだけでなく、プレイボーイとしても有名。父チゴール・プレミアニコフは、ウクライナからの白系ロシア人移民で、同化した、フランス人になり、フランスのエジプト副領事にまでなった。9歳で、父親が亡くなると母親と共に、フランスに帰国した。 母親はアルプスの麓に民宿を開業。戦時中はユダヤ人をスイスなどに逃がすための基地としても活用していたという。バディムは16歳で舞台俳優としてデビューした。1947年、アンドレジットの紹介でマルク・アレグレの女子となり、脚本を書き始める。また、パリ大学でジャーナリズムを専攻した。 1952年に当時雑誌のモデルをしていた18歳のブリジット・バルドーと結婚。1956年、22歳の妻、バルドーを主演に、素直な悪女で28歳で映画監督としてデビュー。バルドーは一躍セックスシンボルとしてスターとなるが、バルドーが共演のジャンルイ・トランティニャンと恋に落ちてしまい1957年に離婚。彼女とはその後も、 何が何でも、首ったけなどで一緒に仕事をしている。1958年には、デンマークのツボルグビールの広告モデルだったアネット・ストロイベリと結婚し、アネット・バディムと名付けて、危険な関係、死とバラにも出演させ、娘を儲けるが2年で離婚。1961年からは、カトリーヌ・ド・ヌーブと交際して、息子・クリスチャンを授かり、彼女主演の悪徳のハエを、 制作、演出するが、結婚はしなかった。1965年には、ジェーン・ホンダと結婚し、獲物の分け前や、バーバレラなどのホンダ主演作品を監督するが1973年に、離婚。数目あり。1975年に、衣装デザイナーと結婚するが数年で離婚。1983年には、ドヌーブとのコクリスチャン・バディムを主演に据えた、青春映画。 さよなら夏のリセを監督している。1990年には女優のマリー・クリスティーヌ・バローと結婚。彼女と1994年に北海道夕張市の夕張国際ファンタスティック映画最新サインのため来日した。彼女とはバディムがガンで没するまで一緒であった。著書、我が妻バルド道、ドヌーブ、ジェイホンダが日本語を訳されている。闇に自由を見出した。 70年代の魔術、スタジオボイス、2012.06、12、我が妻バルドードヌーブ、ジェイホンダロジェバギムチョ、中央抗論者、1987年映像と、音楽の相乗効果、ヌーベルバーグとシネジャズ日経 BP ファット、ジャズキスセロン戦後の日本文化を歩くマイクモラスキー、チクマ・ショボ防、2010年。ありがとうございます。